心が叫びたがってるんだ。は、A-1 ピクチャーズ e 制作の日本のアニメーション映画。副題は、Beautiful World Beautiful World。略称は、ここけ。2015年9月19日に公開された。第19回文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門、審査委員会推薦作品。2017年7月には、本作をベースとした。 実写版映画が公開された。横瀬駅、大1事、富士テレビ系列、のいたみなで放送された、あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない。のメインスタッフが再集結して制作された。2014年8月31日に、道の駅秩父などで開催された、あの花夏祭りイン秩父フィナールにおいて、あの花メインスタッフによる、埼玉県の秩父市を物体とした。 劇場版オリジナル新作アニメの制作が発表された。同年12月3日の秩父夜祭りにてタイトルスタッフが発表された。2015年3月20日に開催されたアニメジャパン2015ステージにて正式な制作発表が行われた。本作はあの花と同じく秩父市が舞台とされているが横瀬駅や大一寺など 秩父郡横瀬町の風景も多く登場する。また、あの花の登場人物が一瞬登場するが、物語には直接の関連性はなく、別の物語とされている。アニメ版のアゲハ高校のモデルとなった、栃木県立足利南高等学校、成瀬せ順は、小学生の頃、憧れていた山の上の後ろから、父親と見知らぬ女性が車で出てくるところを、目撃する。 純は二人が、お城から出てくる王子様とお姫様だと思い込み、それを母親に話したことにより、母が事実を理解してしまったことから、両親の離婚を招いてしまう。家を去る父親から、全部お前のせいじゃないかと言われ、ショックを受けた純は、有形の坂道でうずくまって泣く。そこに、卵の妖精が現れ、おしゃべりが招く苦難を避けるためという理由で、純のおしゃべりを、 封印した。時は、流れ、高校2年生になった順は、話すと腹痛が起きるという理由で他者とは、メモか携帯のメールでしか、意思疎通ができない。そのため、周囲の人々からは、変な子という扱いを受けている。そんな順は、担任教師の白島一騎から、クラスメイトの坂上匠、二夏懐、田崎大樹と共に、 地域ふれあい交流会実行委員に指名されてしまう。4人は普段から特に親しい間柄ではない上、指名されたこと自体に困惑、反発する。白島は会合をボイコットした大樹を除く3人に対し、出し物として過去に例のないミュージカルを提案し、順の心は動くが匠となつきには良い反応はなかった。その後、 匠からミュージカルをやりたいかと問われた淳は、携帯で幼少の頃に起きた出来事を打ち明け、卵の妖精のかけた呪いのために話すと腹板が起きると伝える。匠は、歌なら呪いも関係ないかもしれないと話す。帰宅した淳は、歌うと腹痛が起きないことに気づく。交流会の出し物を決めるクラス会で、匠たちは候補の一つにミュージカルをあげるが、大樹は、 喋らない順がいいんではできるわけがないと罵る。これに対して使えない奴はお前の方だと逆に罵り返した匠と大樹の親友の三島樹の間で喧嘩が始まってしまう。その時順は私はやれるよという言葉をメロディーに乗せて発した。その後、匠の携帯に歌なら痛くないという順からのメールが届き、夏木もそれを目にする。その夜、母親から 喋らないことをなじられた淳は、自らの追い立ちをモチーフにした物語を携帯で、匠に送り、さらに匠の元を訪れて、自分の言葉を歌にしてほしいと伝えた。匠は、淳の物語をミュージカルにすることを考え、夏希と大事も曲折を経て賛同する。クラス会での討論で当初は、拒否感を示した、他の生徒たちもやる気にはなったものの、主役級のキャストは、 実行委員に押し付ける形となり、淳は最もセリフの多いヒロインの少女役を、匠はその相手の王子役を、胎児は少女をそそのかす、卵役を演じることになった。やがて、クラスの他の生徒たちもミュージカルを成功させるために、一丸となる。その中で匠の両親が離婚していたことを知った淳は、ヒロインが停止するミュージカルの結末を、ハッピーエンドに変えたいと匠に相談する。 匠は、元の歌にも、純の気持ちが込められていたから、両方を生かしたいと、その上に、オーバーザレインボーを重ねるアレンジを発案し、それを聞いた純は涙をこぼして、私の王子様、と思う。しかし、交流会前日の夜、匠と夏希の会話を立ち聞きして二人の関係を知った、純は、ショックを受けて一人で学校から走り去る。その純の前に再び卵の妖精が現れ、 順に向かって、君は、心がおしゃべりすぎる。もう、中途半端に閉じ込めるのは終わりにしようと告げる。翌日、順は投稿せず、匠のもとに、ごめんなさい、ヒロインできません。調子に乗ってました。本当にすいませんという通知を送り、行方をくらませてしまう。開演時間が近づく中、順の不在に、他の生徒たちは動揺し、順への不信と不安を募らせる。 匠は、純の失踪を他の生徒に詫びた上で、それでも舞台に立ってほしいと自ら純を探しに行く、ことを申し出る。これに同意した大樹は、匠と純の出番に大役を立てて乗り切るプランを出し、匠を送り出した。ヒロインの少女を夏きが演じる形で、ミュージカル、青春の向こうズネ、ね、が開演する。客席では、主役の変更に気づいた生徒もおり、純の母は、やっぱり、 ダメなんじゃない、とつぶやく。必死で、順を探す匠は、廃墟になっていた山の上の後ろで順を見つける。喋ったりするから不幸になった、言葉は人を傷つけると主張する順に、匠は、傷ついていいから、お前の本当の言葉、もっと聞きたいんだと話しかけた。順は匠を傷つける言葉を叫び、匠はそれを全て受け止める。匠は順に、 お前と会えて嬉しい、お前のおかげで、俺、いろいろ気づけた気がすると話し、それを聞いて淳は立ち直った。そして二人は、すでに始まっていたミュージカルに出演するため学校に向かう。淳は、第五幕で少女の、心の声役として、私の声を歌いながら、会場の観客席通路を歩いて、ステージに上がり、淳の母は涙をこぼした。楽屋に戻った淳は、 他の生徒から温かく迎えられ、みんなに迷惑かけて、なのにとこいに出して涙ぐんだ。純は本当に卵なんていなかったんだ。呪いをかけていたのは私。卵は私。一人で卵に閉じこもっていた私自身。と思う。心が叫び出すあなたの名前呼ぶよの歌唱で、ミュージカルが終幕すると、観客席からは大きな拍手が送られた。 あと片付け中にゴミ出しに行った順は、大樹からの告白を受け、顔が真っ赤に染まる中、風が吹き、卵の妖精の帽子が落ち葉と一緒に飛ばされていた。匠と順の、卵の中には何がある、いろんな気持ちを閉じ込めて、閉じ込めきれなくなって、爆発して、そして生まれた、この世界は、思ったより綺麗なんだのセリフで、物語は締めくくられる。作中で、 フルネームが紹介されない人物の名前や読み仮名は小説版及び限定版ビデオグラム風入のブックレットによる。また、ビデオグラムのオーディオコメンタリーによるとメインキャラ以外の2年2組の生徒の名前はスタッフから取られている。地域触れ合い交流会実行委員実行委員の友人等その他の生徒、教員、歌の記載がない曲はメロディーのみの使用。 純たちのクラスが上演するミュージカルでは以下の既存曲が独自の歌詞をつけて使用されている。同じ楽曲に複数の歌詞が付されているものもある。記載は原曲とミュージカル内のタイトルの純。第45回アゲハ高等学校地域ふれあい交流会で純たち2年2組が上演するミュージカル。純が今まで伝えられなかった本当の気持ちを物語にして、 その歌詞に、匠が既存の楽曲を当てた作品。作中、終盤のストーリーと並行して進行するため、私の声と、心が叫び出すあなたの名前呼ぶよ、以外の歌の場面は一部のみで、さらに、ワードワードワードの場面は構想のみ、心は叫ばないと、心は叫んでるの場面は登場しない。以下は、映画の来場者特典として、 公開初日より先着77万名に配布されたミュージカル青春の向こうズネプログラムからようやく匠の携帯電話には順が喋れなくなった理由などを打ち明けた際に2015年10月13日火曜日ホームルームでミュージカルを提案した後の場面で2015年10月14日水曜日順がミュージカルのラストを変えたいと提案した場面で 2015年11月9日、月曜日と表示されているほか、2年2組の教室には、2015年と書かれたカレンダーが壁に貼られている。地域触れ合い交流会は、12月5日の土曜日に開催されているが、この日付と曜日も2015年と一致する。2015年6月2日から、明治のチョコレート製品 CM において、あの花とのコラボバージョンが順次放送された。 8月にはソニーのポータブルオーディオウォークマンの NWA16 に本作とあの花をコラボレーションしたウォークマン A シリーズここケ、あの花コラボレーションモデルがソニーストアで限定発売された西武鉄道では8月29日からあの花とコラボした上映記念乗車券を発売した同じ8月29日に秩父ミューズパークで 完成披露試写会が開かれた。この際、本編の上映が途中で中断するトラブルが起き、脚本の岡田マロザとの著書、学校へ行けなかった私が、あの花、ここ酒を書くまででも触れられている。上映開始の9月19日には、秩父鉄道のパレオエクスプレスが上映記念列車として運行された。また、2015年9月24日にフジテレビ系、特番、 映画、心が叫びたがってるんだ。公開記念、乃木坂46の、ここ酒聖地巡り旅が放送されるとともに、乃木坂46の選抜メンバーによる CM も2015年10月3日から放送された。その他工業に際し、シネコン工業チェンティジョイ系列の4館では、訪日外国人向け上映企画、よこそ映画館の対象となり、期間限定で、 英語、中国語の二言語字幕兵器の特別版が上映された。公開直後から舞台のモデルとなった地を巡礼する観光客の存在が報じられ、2015年12月には横瀬町と道町の観光、産業振興協会の手で作中に登場する架空のバス停を再現した標識が設置された。2016年8月7日に 秩父市役所前の特設会場にて主要声優らが出演したイベント、秩父触れ合い交流会が開催され、昼夜2回の公演で約6000人が参加したと報じられた。本公演は限定版ビデオグラムに優先販売申し込み券が同梱されていた。2015年9月19日の風切り以来、 口コミ等による指示で長期の公開となり約40日が、経過した11月1日に工業収入が10億1529万3050円、累計動員数は74万4901人に達したと発表された。工業収入10億円超えまでの期間は、あの花の劇場版より12日早い。また、原作や、テレビシリーズを持たない完全オリジナルの日本の、 劇場アニメが興行収入10億円を突破したのは、スタジオジブリ作品や細田守、大友勝洋監督作品など限られた前例しかないとも報じられた。2017年7月29日21時から23時10分に、フジテレビ系列の土曜プレミアム枠にて、テレビ初放映された。 NHKBS プレミアムでも2019年3月13日の23時45分25時45分で放映され、約2ヶ月後の5月19日の12時から14時で再放映された。2019年10月12日には、富士テレビ土曜夕方の土曜スペシャルで放送の予定であったが、当時関東地方に接近していた例は、元年東日本台風関連の 報道特別番組に差し替えられ、取りやめとなった。10月25日の25時40分27時40分の枠で改めて放映された。2021年5月30日19時から21時15分に BS12 の日曜アニメ劇場枠にて放送された。 悪意誠の作画で、2015年7月8日から、小学館の無料漫画アプリ、漫画ワンと漫画サイト、ウラサンデーで連載を開始。2016年7月13日掲載文にて完結。2015年9月13日、小学館文庫より発売。豊田美香の執筆によるもので、脚本を元に書き下ろしたと、中期がある。2015年9月16日、 アニプレックスよりオリジナルサウンドトラックが発売。2016年3月30日に完全生産限定版と通常版がリリースされた。オリコンによるとリリース後最初の週に限定版ブルーレイが2.3万枚のセールスを記録し4月11日付の週間総合 BD ランキングで1位となった。リリースに前後して ソニーのハイレゾ対応ヘッドホンウォークマンとのコラボ CM が公開された。2017年12月25日に公開されたアニメ100周年アニバーサリーソング翼を持つ者ノット・アン an ・エンジェル・ジャストエイドリーマーのスペシャルムービーに本編映像の一部が登場した。岡田の同名著書を原作とした NHK ドラマ学校へ行けなかった私があの花 ここ酒を書くまででも本編映像の一部が使用された。前期の完成披露試写会での上映中断も再現されている。2017年7月22日、セクシーゾーンの中島武との主演、宝根京子のヒロイン、なるュン役で公開された。キャッチコピーは最高の失恋はあなたをきっと強くする。配給はアニメ版を制作。 配給したアニプレックスでアニメ版のプロデューサーである斉藤俊介が本作にも参加している。音楽もアニメ版に参加した横山勝が担当。制作発表は同年3月15日。撮影は3月14日に作品の舞台である秩父市でクランクインし4月23日にクライクアップした。実写映画化は フジテレビプロデューサーの日高春からアニプレックスに対して提案がなされた。アニメ版のファンという日高はロケを秩父で実施することは絶対条件だったと述べている。原作からは以下のような設定の変更がある。ありがとうございます。